おはようございます。久々にやってまいりました寝台ベストフレーズの時間でーす。やったー。ということで本日はサンシャイン協力平張店さんにやってまいりまして、本日千葉スキー場はですね、仮面ライダー闇のライダーバージョンということでやっていこうと思うんですけれども、まあ、この番組、毎回ですね、いろんなゲストの方をお招きしてですね、その方とフレンズになり、そして信頼ともフレンズになろうという非常にハートフルな企画となっております。あのいろいろお声もいただくんですよ。あの人呼んでくれとか、長金とあの人打ってるの見たいとか、まあ、いろいろお声掛けいただくんですけれども、皆さんやっとですよ。これすごいよ。すごいゲストお呼びしました。いきますよ。では本日のスペシャルゲスト、この方です。どうぞ。これだよ。ジャスティンショーです。お願いします。あ、すいません、いつもそうだね。すいません、いろんなゲストではないんだけど、はい、ジャスティンショーさんがゲストで来ていただいた際にはですね、あのいろいろ機種とか教えてください、機種解説も教えてくださいっつって。そうね、大体そうだよね、やるじゃないですか、うん、スタッフ側から、はい、ジャスティンショーさんゲストだろうと。まあそっか、冷静にね、まあ、その形的にはね。そのジャスティンショーさんにあんな機種解説させて、うん、自分はノープランでただ打ってワーキャー言ってるだけ、それおかしいだろうっていうお叱りちょっと受けまして、じゃあ僕がえっやんの、指南役で、指南役やろうかと。はー、見たことないよ今まで。この話を聞いたのが1週間ぐらい前で、おお、うんうん、まあ、1週間あればまあ大の知識とかね、まあ学べるかと思って、今日の朝、あ、やばい、今日打つ誰ないだっけ、あ、仮面ライダー、そんな大丈夫、今日大丈夫、あまでじゃった、あまで99、あ、じゃあ319だ、もう319ぐらいは俺してる、さすがにってなっちゃって、めちゃくちゃカンペ持ってましたすいません、ごめんなさい、ちょほんと、あ、めちゃ、がっつり目やん、ちゃんと熱いね。あ、これ見ながらね、一応カンペは持ってきたんで、はいはい、あ、でもまあさっきのまあ冗談ですけど、一応なんか基本的なことは頭に当然入れてるんで、でも、あ、そう、その辺をまあ探り探りやりながら、はいはい、まあ、ちょっとお手柔らかに見ていただければなと、はい、まあ、じゃあ今日さ、長金さんが信頼役でしょ、そうですよ、そのいつもこの信頼ベストフレンズってさ、はい、目標を作ったりするじゃん。あ、そうですね、ね、うんうん、あれなんかこうあったりする、あ、一応ですね、まあ、それも考えたんですけど、はい、まあ、本機がスーパー小当たりラッシュがついた、まあ、特徴の台なんですけれども、はい、まあ、だからすごい小当たりが当たるわけよ。でそれがまあなんか連撃っつって、何連撃何連撃何連撃、はいはいはい、それを100連撃やるのはどうかなと思って。100連撃、うん、100連撃を、まあ、一撃じゃなくてさすがに難しいね、一撃は、うん、合わせてってことか、例えば2回ラッシュして50-50だったら達成みたいな、はいはいはい、連撃の合計数を100にしましょうと、うん、足していってね、 OK、 でそれを100になったら、まあ大の魅力は伝えられてると思うんで、まあそうだね、はい、ミッションコンプリートと、はい、終わりました。闇のフレンズだね。じゃあそうですよ、闇のフレンズかっこいいね、うん、最近さ闇って憧れてる、ちょっとやっぱこう中学生ぐらいからやっぱ憧れ、まあ、そう、永遠の中二病ジャスティンショーですからね、ええ、仮面ライダーが紫色のオーラをまとったりめちゃくちゃいいじゃん好きでしょ、うん、中二臭い、中二臭いって言ったらあれやけど中二臭いって言ったらあれやけど、あ、だいぶだいぶ、あ、そう、強弱さんですよね、あ、そうだ、そうでした、そうでした、監視カメラ、そうでした大元はあの仮面ライダー5音、あ、好きじゃないですか、大好きやったよ、だってあの新潟とか打ってんの、クズの恩返しで打ってるんで、うん、演出とかは踏襲してるんで、はいはいはい、まあ、違和感なく打てるかなと思いますので、うん、まあ、とりあえず一日楽しんで、はい、そして、まあ、負けすぎて僕らが闇にならないようにそうだね、一日楽しくやって、ベストレースになれたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ行きましょう、はい、本機はですねこんな感じですよね、こんな感じでこう まずスペックを言うみたいなこのそうよそういうのちょっと教えて、指南の指南を押してもらってみたら難しいな、逆に、本機はですね、はい、大当たり確率 319.6/1、うん、のですね各辺2ラウンド 70% ですね、はい、で 30% で通常と、うん、以上です。あ、少なっ、まあ、とりあえずそれまず基本はそうよ、あ、そっかそっか、うん、で、まあ、まずは 70%
50% の核兵器渡りを取って、はい、その後もう一度当てることによって、うん、本機のメインであるこのスーパーク渡りラッシュに行けるとに行けるってことになりますね、はいはい、右打ちになればそちらに入れば1500個おー入ります。非常に強力な、わかりました、スペックが待ちますし 70% の、渡りで1500個もらえるプラス小渡りもあります。なるほどね、そこまで頑張れよと、実質その小当たりラッシュとかの継続を、うん、継続率に換算すると 97% わーすごい、2ラウンド各編と2ラウンド通常、はい、2ラウンド通常を引いてしまった場合でも時短あります。あ、時短あるんだ。30回。あーまあまあおまけ程度だけど、おまけ程度だけど、でもないより絶対あった方がいいから。あ、そうだね。で、まあ30回で3地球なんで、うん、当たる可能性としては 9% ぐらいは、まあまあそうだね、うん、だから実質 70% を何回も取るループタイプの角辺に大当たりラッシュがついていますみたいな。なるほど、感じですね。基本的に通常時、はい、どういった演出が大事なんですか、当たるまでに。カンペ見ますね、それはもう。すごいことをやらせとったよな、俺は。開始5分で、もう、あわあわしよる。はい、本気の大チャンス演出。はい。ゴーオンゾーン。ゴーオンゾーン。V3 ゾーン。ハイパーベルトフラッシュ。あー、ベルトフラッシュですか。これトータルシナリオ 50% ぐらいあるみたいよ。はいはいはい。まあ、その3つ大体、うん、大体その3つですね。でね、独立すべきがね、うん、図柄大当たりイコール核変大当たり突入なんです。あ、そうなの。そうなんです。へえ。で、2つ当たりがあって、うん、核変、図柄揃いを、まあ、すれば、核変大当たりなんですけど、はい、闇ライダー接近ボーナスっていうのがあるんです。あ、はいはいはい、こっちを引いちゃうと核変の可能性はそれでもあるんだけど、うん、まあ、通常のが大きくなっちゃう。あー、なるほどね。なので通常時から図柄揃いしてつけると2ラウンド確定、はい、そのまま直行します。わかりました。でも僕も当然初打ちなんですけど、はい、この右の全滅アタッカーっていうのが一気に滞留した球を放出してっていう入場時フラッシュします。入場時フラッシュ、おー、入場時フラッシュ、これ20パーくらい。はい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 、これ白と赤があるんですけど、これは通常白。あー、はい、白の方。いや、全然あるんですよ、20パーなら。あるよ、あるよ。さあ、もう当たっとこう、当たっとこう、1枚でどうにか当たっとこう。はい、ここ、はいはい、緑、はい、これ接近すればっていうやつね。はい、何秒？28秒。赤い、マジ赤保留じゃん。あ、この保留、この保留あった、あの明かり保留かなんかな。なるほどね、赤保留だよね、赤保留、うん、もう一個上の赤もあるんだよね、うん、ないだろうね。今点火って書いてあるんですけど、うん、これステップアッパーって一番下のやつですけど。ああ、そうなんだ。点火、ゴーオン、激雷ってあるらしい。へえ。点火だと 17% ぐらい。まあまあまあ、うん、激雷まで行けば 92%。 あ、ハイパーベルトブラッシュ来た。そうだね、これも闇のライダー、闇のライダー。お、ほんとだ、うん、倒せ、お願い。これが闇です。なるほどね、はい、これが闇です。まあ流れは見れたわ。だから今日はその感じだよね、ちょっと。そうよ。あ、闇ぞ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 。こちらで、闇ライダーゾーン昇格っていうのを目指します。あ、そうなんだ、もう一個上があるんだね。闇ライダーゾーン行くと3割ぐらいの、はい、少ないとあります。これね、ミッション成功で闇チャージアタックっていうのに行くと図柄揃いじゃない方の当たりに繋がる可能性があるんで。なるほど、それ直りなんだこれ、はい、あっ、やばい、これ闇チャージアタック。こちら来ました、闇チャージアタックですね。通常取っちゃったかも、はい、これ、あ、これね、これね、パーセンテージが上がっていくんですよ。おっこ、100に行くと、おっこ、100に行くと当たりです。もう当たりです、100に行くと。あ、これは行かないでと思います。90、90、行かないでと思っちゃう、これは行っちゃうと100。99。あ、あ、やった、あ、やった、終わった。多分ギブルを作ります。これが、まあ、2ラウンド通常が多いボーナスなんですが、ただここから確定もありますし、あるんだね、時短も当然ありますので、はい、
おそらくですけど、うん、30歳の時間が終わった後に、学園だったらそのまま当たるんだと思います。ああ、本当だ、はい、なるほど、はい、実は確変だったパターンでお願いします。いや大丈夫だよ、70パーは引けなくないじゃん。ああ、まだなんか、あまあでもさ、これ信頼系でもさ、悪いとこ見せないと、いいとこばっかで、まずね、まず悪いとこ、そうよじゃあどうしよっかな、俺は一回当たったから、うん、カスタムとかやっています？これね、うん、カスタム、まあ京楽さんなんでいろいろあるんですけど、はい、これよ、映ってるかな、今映ってる、一番下、これ先読み激アツモード、これ新規搭載されました。へえ、ね、このゲーム性カスタマイズの方にある、はい、先読みかせ選別モードっていうのも今回新規搭載されました。先読み予告の成功率がアップするんで、こちらを入れて先読み激アツ入れておくと、先読み出た時点でもうノージェルとバトバ、なるほど、おめでとうございますぐらいの、うん、やばい、闇チャージアタックいっちゃう、あ、あ、ヤシさん、あ、こちらあれですよ、先読み入ってないから、まあまあまあ、さっき赤入ったからね、うん、だいぶ、あ、ヤシさん184回転、11500円2回目、184回転、え、なんマジさー、あ、やばいやばいやばい、ジャスティンがエビ落ちする、やばい、ジャスティンがエビ落ちする、やばい、ジャスティンさん、でもあー震える震える、やばい、エビ落ちする、ダメだよ、まだまだダメ、核変の可能性ある、あるある、あります。普通に考えて30パー2連続取る方が難しいんだから、そうだよね、そうですよ、からのからのけっからのバカ野郎やろ、ほんとに2回はいらんのよ1回でいいやん、ポジティブに考えましょう、はいはい、例えば今日10回当たると考えて、先にその悪いのやっておくことで、こっから当たるの全部ラッシュですよ、あ、こっからね、そうですよ、だってさ、もう2回も引いたんだから、売り切れ売り切れ売り切れ、あ、もうストックがないのよ、はいはいはい、買い占めたってことね、そうだから、こっから当たるのは全てラッシュです、わかりました、ありがとうございます、まあ、そんなに分かった、ハイパーベルトフラッチ発動まで54321、これだ、これがハイパーベルトフラッチだ、くるくるくる、マジこれだ、ごめん、これが 50%、 これが 50% あるよ、急に来たね、完全に気抜けだったけど、いや、これちょっと当てたいよ、頼むよ、今日一熱いよ、おお、あ、ゴー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 、あと1個上、これでこれも、50パクラある、これはあっていいよ、頼む、よっしゃー、当たるよ、当たるよ、よし、いきなり来た、しかもこれ確変じゃん、あ、いいね、いきなり来たわね、俺さすがに当たんないと思ってた、294回転相当し19000円、僕も当たんないと思ってました、今のはいいやつ、当たりね、素晴らしい、素晴らしいというか、はい、ありがとうございます、素晴らしい、まあでも、あの最初に言いましたから、はい、この後もう一回 70% 取りましょうっていう、はい、わかりました、さあ頼むぜ、で敵で闇ライダーが来るのが一番いいです、ああそうなんだ、はい、あの通常落ちがないんで、はいはいはい、わかりました、闇ライダー来てくれって思いながらちょっとやる感じかな、うん、お、来た、お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 、これが、これは闇のライダーじゃないか、お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 、うわこれじゃん、しかも赤い、これは取ってるやろ、これは取ってますね、調査、ねえ、負けはないでしょ、これ1連敗、1連敗、あ、ほんとだ、大丈夫っぽいね、1先輩ありがとう、よーしゃおめでとう、オーケー、イエス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 、いいね、ちょっと見れるじゃん、じゃあ俺も、ええ、わーおー、
れでもう先生できなくなりました。あとお願いします。すいません。あとお願いします。さあ、いっちゃえ、いっちゃえ。はい。あ、連撃出るね、上に。はい。今2連撃ですね。はい、これを、合計で100まで目指しましょう。わかりました。さあ、こちらでもう。わわ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 。のじるー。先生、引退しまーす。これ多分ね、僕もちょっと映像だけで見たけど、小当たりラッシュめっちゃ気持ちいいと思うよ。ああ、来たよ。はい。おっ、レイボレイボレイボ。あら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 。おい。ああ、なるほど。これは10ラウンド取ったか。こんな感じで来るよね。はいはい。これでも1500発ですから。はい。だから今のはその3分の1の小当たりじゃなくて32分の1の、70パーを取ったってことですね。そう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 。勝利来たの4でした。さすがに。え、待って、何は、ダメよダメよ、何して、終わっちゃうよ。何して、何して、ちょっと待って、また1回転とかよ。は、ああ、ちょっと待って、何え、小当たりは聞いてない。は、いやいやいや、ちょっと待って、いや意味わからん、意味わからんって、それは意味がわからない。おーい、おー、また来たの、すごいね。どういうこと。え、俺小当たりやりたいの、だから30分の1は2連続でいたこと。小当たりやりたいの。違う違う、すごいね、本気小当たりなの。いや、これ嬉しいんやけど。まあまあね。あ、ちょっと小当たり、小当たり見せて。あ、来た、これだね。おいよ、これです。あ、で、これ今3じゃないですか、はい、これは、もう1個あるんで、だから2回いきます。そうなんだ、3、はい、は3で当たれば2個、V で当たれば3個と覚えてください。 OK です。はい、ちょっとね、この全滅アタッカーの気持ちよさも体感できてます。あおー、気持ちいいでしょ、気持ちいいでしょ。お、 V ストック、ストックすることもあるんで。そうなんだ、ここでできます。はい、あー、小当たりが出てくるね。そう、へえ、まくりました。早っ。はい、7分、7分8分でまくってます。 Thank you。 OK。 あー、一応バトル中のゲーム選択できます。モードもあるんだね。変えてみようか。長押しボタン、こっちモード。おー、してみようか。そっか、さっきバトルしてたもん。結構そうだね、ボタンこっちモードでいきましょうか。あ、勝利来たで、もう 4.5 V3 すごい音鳴ってる。おお、これ3つ、これよ、今は大丈夫かな。大丈夫そうだね。えい、さあ何が出てきますって楽しみ方だ。そうそうそう。さあ30いきました。いや、素晴らしいね。え、一人で100連やっちゃう。やっちゃおうか、やっちゃおうか。3万発ぐらい出てるよちょっともう一個あるんですよ、変えてみましょうか。はい、一発告知5モード。へえ。補足すると、一発告知5モードはこの目が光る当たり。へえ。ああ、そうだよ、目に注目。もう50は任せてください。50は行くから絶対。おいこれ気持ちいいね。すげえ、超強い。これ超気持ちいいわ。ああ、ダメダメ、目光んない、やばい、感じるやつ危ない。あ、やばい。そんなパターンあんのかよ。あと、この亀バズーカまで行ったら、やばい、ブーやばい、ブー吹いてます。いいね。そう、ここでターンの10ラウンドなんで、ね、うん。おー、いったー、すごい、これでいって今日の目標の100連撃半分、50連撃。お見事だわ。終わらんよ、ほら、勝ちたいね、V3。 やめよう、大丈夫。うお、強え。ほれ、
70%落とさなすぎだろそれ。勝つんだよ勝つんだよ。なぎさんごめん、今日説明してくれたじゃない、次回から俺説明させてほしいわ。せめてなぎさん出玉出してくれるから、俺せめてもの仕事が。ラッキー言ったよ、俺出玉担当ないよからそれでいいよ。次からちゃんと僕が説明させていただきます。本当にさせてください。だやっぱりさ慣れないことやるもんじゃないのよ。そうそうそう、説明させていただきます僕が。お願いします。させてください。よし、どうぞ。100連撃も前なんですけど、はい、2万発。うーよっしゃ、味よ。さあ100がマジで目前。いやあるなこれ。ある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 。お願い。あまずい、やばい。ちょっと今じゃないんだ、あと12でいいんだよ。とりあえず10ラウンドは取ってるか、通常いけるか。あっさりだね。これはいったべ。いったな、これいったべ。俺今ちょっと大事無理やと思った今ね。キョラクさん今度からいろんなキャッチコピー使っていいですよ。なか金でも出せました。これ使ってもらって構わないんで。動いた今。何今？何か。89。これで90か。よし、翔さんカウントダウン入ろうか。これで90。あと10連撃で目標達成。はい。やーべえ。どうした？2万7000円接近ボーナス当たりました。何十タイミングやあなた。357ゲーム。翔さんタイミングがおかしい。30%。翔さんいやちょっと待ってタイミングおかしい。あごめんごめん、今こっちに集中してください。僕はもうあれなんで。翔さん95までいったよ。はい、分速96までいく。あと4回、あと4回。 V 来た、97までいく。あと3。ああやばい、マジで100連撃。あっ98まで。あと2、あと2。よーし、あと2やぞ、あと2だよ。すげえやばいぞこれ。ブイブイ来て。どうさん、あと1よ。やばどうさん、どうさん、なんちゅうタイミング。あー5来るよ、あと1個。あー来たぞ。いくよいくよ、これで逆連撃だ。よし、おめでとう。なぎさん、どうした、ハイパーベルト出してきました。闇接近ボーナスでいい。おいこれやばいことになるぞ翔さん。マジ言ってる、マジ言ってる。あるよ、やめよ、あるよ。やばい、興奮がやばい。いいっすか、俺もラッシュやっちゃっていいっすか。行こう、2人でラッシュやろう。とんでもない壁回作ろう。ライダー激乱。激乱は 92%。 うわー、でかいよ。おー100連撃行ったタイミングで、はい、すごいよ。私もやらせていただきます。こんなことあんのか。今日は神回ですね。いやすごいよ、なぎさん。いや隣でこんな見せられたらね、すごい、とんでもないことになっちゃうんだよ今日。あーこれね、おーゲルショッカーだ。おーゲルショッカーだ、あんま出んぞこれね。え、うん、あーダメージダウンしましたってことか。あー、プリスリー、どうどう、いきなりもう楽しいっしょ、もういい。なるほど、ゲルショックは熱いんかな。全滅アタッカー、あーいっぱい入る。いかがです、いかがです、気持ちいい、気持ちいいでしょ。楽しんでるところ申し訳ないんですけど、2万5000発。あー、おめでとうございます。いや、もう行くとこまで行こう、はい、セーフ。おお、すごいね。プップ、エアー吹いてる。すごくない？ああ。
わ、勝った。よっしゃー。ああ、わ、すごい、すごい映像、すごい。ダブルなら。ダブルならよ。完璧だわ。ビクトリーボーナス。最高だよ。あ、サマパス。マジ。サマパス。すーげー。あれ。雪狼みたい。マジかよ。大丈夫大丈夫大丈夫。セーフ。あー終わったっぽいな。復活があるんだよ。あ、そっか、復活があるか。頑張れ。絶対行く、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 大丈夫、俺が行く。いやー、終わったー。マジか。あー、ってことか。そうだね。あー、はい。僕はでも16連撃の4950、あ、5000発ぐらいか。時速何発、3万発ぐらい。そうですね。まあ、今57分で3万1000発。あ、3分あるか、でも。まずい、久々の窮地来た。ただこの窮地は何度も超えてきましたから。そうだね、田中さんはできればもうここで耐えとこう。怖いから。大丈夫。さあどうだ。大丈夫よ、大丈夫よ、大丈夫だろ。4番パス行こうぜ。まだ足りない、まだ足りない。あー、ついに。さすがにか。いやーすごい。128連撃3万1000、まあ今増えてますけど3万1000発ちょっと。お見事。58分ですね。まああのこれにて今日の目標達成。達成ですね。一撃でした。マジで一撃でした。はい、はい。3万1545発、125連撃、参りました。そんなん出るんだ。すごいね。はい、なんすかこの優雅なカフェタイムは。そうそう、ジャスティンさん、あのなんすかそれ。ケーキ。闇ケーキやね、それ。黒いし酸素あるらしい、チョコが。シャリ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 、美味しい。や、闇のライダーのおかげ。ただそいつ闇じゃないと。俺たちは光やったな、あれ。神、神やな、神のライダー。まあ言うてもさ、でもまあ俺当たり1回やし。まあそうだね、うん、俺負けてんだよ。そうやろ、うん、だからさ、まあもう1回ぐらい追ってもいいかなって気持ち悪い。あ、いいと思う、いいと思う。すいません、本当にちょっと飯まず動画というか。じゃあ、めっちゃ久しぶりよ。ほんとよ、いや、許してよ。俺から言わせてもらえることとしては許してよって感じ。いいや、たまにはって。だから皆さん、こっからもう一富山あるんで、うん、もしかしたらジャスティン翔がこの後3万発出す可能性も。全部じゃない。ジャスティン翔はそういう男ですから。こっからエクストラ。そうだね、エクストラマッチ。僕はもう達成してるんで、はい、あとはどれだけプラスを作れるか。わかりました。僕はもうまくりに行きたいんです。そうですね。先読みちょっと入れようかな。あ、入れてみる。うん、だ先読みが来れば激アツっていうのを見せたいよね。見せたい、来たーっていう。そうだ、先読み来てドキドキを見せたいっていうか、はい、うん、まあ、一応連続演出 SPD っていきましたけど何も絡んでない。ちょっとダメでしょ。まあまあ、こういうのを別にあの精神安定。でも長井さんのあの辺り知り上がりパターンあったよね。あった。あの色掘りチャンスで色掘りも変わってないんで。ああ、そっか、さっきか。だから精神衛生上いい。そう、まあ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 。復活、やばい、増えてる。
すぎ？ちょっと待って、ちょっと待って、絶対取るぞ、70%。じゃあラッシュ入れるぜ。入れるよ。オッケー。あー、闇のライダーなんで、通常じゃないです。いいっすか、いいっすか、いいっすか。オッケー。すごすぎる、もう言葉出ないよ。しゃ、いいなぁ、2回目見れた。終わらんぞ、これ終わらんぞ。おい、いっかいっか、やっちゃうぞ。おい、おい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 、いや、ザリガーナはね、ちょっとね、危ない。あ、3つ、おめでとう。3つはいいんだ、そうだ、おめでとう。いいの見せるね。よかった、翔さん追ってよかった。いいの見せるな。翔さん追ってよかった。あ、三は大丈夫なんや。ありがとう。その知識知らなかったです。ピキーン。はよはよ。光って。あ、おや。いやでも原始タイガーやろ。原始タイガー。でも逆に1500発もらえるチャンスだなこれ。三。ダメよ。うわ。よ。頼む。あー。5000発ぐらいかな。うんうんうん、18連勤5280発ですね。はい、終了です。5520発。いや十分でしょう。ええ、よし、まだまだいくぞ。はい、リーチ後に発展するね。はい、本郷たけし高熱ムービーというのがあるんですよ。ほうほう。あー、たけしさんのムービー、はい、これ大当たり濃厚なんですけど。あの、ま、マジ、まあ、だからぶっちゃけ濃厚までいくんだ。おもろ、めっちゃ見たいんだけど。だからあの捉えようによってはこの台、藤岡弘町の台。やっぱレジェンドだからね。レジェンド言ってもね、ええ、それは初代のね。出た、闇ゾーン。闇、あ、闇、え、お、闇ライダーゾーン。30% ぐらいは先読みないんだよね。3テンパイデフォロー、ちょっと待って、入場時ブラッシュ。あー、来た、先読みカスタムよね。皆様、先読みやったらこんな感じで当たるっていうのをお見せします。入場時フラッシュからです。なんだ、もう全部やっちゃうじゃん、長木さん。すごいね、ドキッとした。でも翔さんもチャンスよ今これ。うわ、気持ちいい、今びっくりした、超気持ちよかった今の。あいやあいや、これはもうあっちあっちですよ。あ、金金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 金、もう金だ。あ、ハイパーベルトロッチスタンバイしてた。あー、すごいすごい。まあ俺はダメでしたね。はい、来ますよ。いやー、また当たるんか。ハイパーベルトフラッシュ、通称 HBF、 はい、来ますよ。HBF のお時間です、皆さん。はい、これがハイパーベルトフラッシュ。HBF、 これで間違いないでしょう。大丈夫でしょう。あらー、162回転、持ち玉が残り33,000発。やっちゃうか、やっちゃうか。すいません。いやー、すげー。3回目のラッシュ、え、全部入ってない、はい、全部。やばい、終わらんぞ、終わらんぞ。お、来た。うわ、最高、これ気持ちいい。闇の状態で V。 あー、そういうのあるんだ。ある、ある。いや、これ最高、これ最高だわ。あ、これ最高やわ、これ最高やわ。あ、これ最高だわ。いいね。いや、いいな、なんかそのベストフレンズできたな、本当に。本当にベストフレンズね、できたね。親友超えて家族よ。ベストファミリーよ。嫁、嫁ね。これ今日あの帰ったら区役所行くんだ。あの婚姻届に中金、仮面ライダー闇のバージョン、闇のライダーバージョンって名前書く。すごいね。今子供いっぱい作りよる。あんま見らんで。え？97パループで子供できるのこれ。やばくない？やりすぎだ、さすがに。確かに。あ、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 まずい、まずい。原始タイガーからの窮地はね、あんまやってない。3つ、あー、やばいやばいやばい。あ、勝てろ、これは勝てない。あー、まずい、
やばいやばい、終わる。もうちょっとやりたいんだ。もうちょっとやりたいの。お願い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 。うわー、あー、終わりですね。出たー出たあるんだ、そこで復活。言ってた本郷さん出た。出たね、本郷さん。これ藤岡弘さん来た。え、あの右打ちのとこだよね、うん、あっこからあるんや。気持ちいい。ガスさん持ち玉が4万発超えました。よいしょ、さすがです。つまり今あなた2万発持ってます。気持ちいい。負ける気がしない。イエス、オーケー、オレー。あの、父さん、持ち玉が4万7500発。マジいけんじゃん。マジで5万発ある。マジで5万発ある。いけんじゃん。やばい、5万発だよ。こ、あと、だから、あと2000発ぐらい。うわ、うわ、うわ、これ、7でしょ。いく、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 マジ5万発いく、もう。やば。今ね、4万8000発なんだ。や、やべやべ、マジいくやん。これで行くでしょ。今4万9000。ちょっとちょっと見てて、そこいいよ。モルタなくていいや。これ取っとこう。これでそうやね、取っといて。もう俺とはいいや。もう俺ここしか取ってないから。そうそうそう、今今まだもうちょい。よっしゃよっしゃ、オッケー。これでこれでもう、あー、あと500発ね。そう、ぶっちゃけダメでも300発もらえるからもう行ったんだけど。そうかそうか、うん、なんかもう確定だ。でもここで行きたいね。でこの次ここで1500発取って終わりたい。こうか、5万発どこだな。5万発どこ行ったろ。これで行ったろ。4万9800。でも出してんのがあるからな、出てんのがあるからな。そうかそうか、もういっとく、もういっとく。あっ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 あ、やばいやばい、くる、はっ、くる、きゅう、うわー、やったー、ごまんパスタ、ごまんパスタ、伝説作ってしまったね。やってしまった。これはもうおめでとうだよ、ラギさん。ありがとうございます。素直に最高です。これ皆さん絶対打ってください。ラギさんがもう太鼓判です、これ、はい、僕はもう追加投資して今3枚飲まれちゃったんで、もうね、あとは長木さんに任せるわ。これがどこまで伸びたか楽しみにしといて。はい、わかりました。じゃあすいません、先生お願いします。お願いした。はい、これ取れたらいいよね。取れたらいい。うわ、なんでってことか。1500発ってことか、これ。うわー、マジか、たまらー、藤岡さん。でもこっから復活パターンあったからね。やばいぞこれは、やばいぞこれは。うわっ、来たよ、来ました、来ました、ありがてえな。やばいね、あのさ、おう、まあ8000パターン。まさかあの3万1545発がフリーになる可能性あるわ。いやいや、2回目の100連撃来そう。長木さん、あとね、亀バズーカのバトルあるじゃん。あの時にタイトル出現時にボタンを押すとボタンの色で期待度スタッフするらしい。マジか、裏ボタン的な。ああ、なるほど。で緑やったら大チャンスみたいな。今日青だと思うんだけど。ああ、なるほど。じゃあそれちょっと次出たらやってもいいかもね。よし、2回目の100連撃これ2回目の100連撃。あー、やっちゃった。目標2回やると思わんや。思う存分やってくれ。もう目標って1回達成すればいいよ。すごすぎるわ。あ、やべ、6万発いくやべ6万発6万発いくわ。
な。逆に京楽さんに怒られんかな。やりすぎです。やりすぎこれ。みんなこれと思われたらちょっときついものがあるんですけどみたいな。うーわ。さあ成功やっぱさあ。ありがてありがて。これだい。さあ3番バス超えますよ。今日2回目。すげえ。あ、トータルレギュス出てるわ。今260。大丈夫？あ、久々やこれ。これ押すんだっけ？そう。いつ押す？ここか。どこ？あ、出ないね。光らなかったね。ボタン。ボタン光るらしいんだけど。さあ、窮地ですよ、久々の。はい。いかがですか？お。いやー、最高角度超えたいところやけど。最高角度を超えさせてくれ。あと1回でいい。あと1回1500発で終わっていいから。うーあー、まだよ、まだ諦めんね。あるからね、ここよ。お、あ、終わりました。3万発よ。でもいや、すごい。やっぱパチンコってドラマだよね。ドラマだ。最高だ。誰も思わんかったと思うよ、3万発出るとは。はい、3万1050発お疲れでした。参りました、2回目。バンザーイ、バンザーイ、お疲れ様でした。ありがとう、ありがとうな、中金さん。いやもうバンザイ3しようよ、はい、こんなの。そうだね。あ、次に、あ、じゃあ僕さって言ってもかな。最終的な気持ちはちょっとね、はい、僕一応3回ハザレ引いて1回ラッシュ入ったんですけど、飲まれてしまって、3万円回数ゼロでマイナス7500玉でしたね。全然申し訳ない。も もう今更ね、あれなんですか。そんなことよりですね、今日もよろしいですか先生。ちょっと今日先生、はい、本当に先生になっちゃったっていう、ね、先生よ今日は。すいません、じゃあ行かせていただきます。はい、投資が1万の9000、4750玉。はい、パチンコで回収があって言って、はい、この一桁目言うの初。おっ、会社が62487玉。素晴らしい。おお、すごいね、ちょうど出ました。本日プラス分、はい、52377玉。なことあるんや。約万枚プラス。まあ初めてちょっと僕が解説というか、そうだね、やってみますよって言って、まずそれに対して言えることとしては、はい、苦手。あんまできん。いやもうそんなね、頭使うやつはあんまできん。ここに振ってくれたらいいんで。まあまあ、翔さんうまいからそういうのやっぱ。いやもうやらせてください逆に。あえてやってみることによって、はい、やっぱジャスティンさんの凄さが分かりましたし。いやいやいや、どうでした、今日はあのピーカメンライダー。そうね、まあ、僕はね、30%2回引くっていう逆ミラクルみたいなもんね、絶対勝てないやん、どの台でもぐらいのことやっちゃったけど、いい方も、うん、悪いパターンもね、うん、お見せできたんで、今回の動画見てもらえれば、フルコンプリートできるんじゃないかぐらいの内容だと思うんで、全てを見せたね、はい、まあ、それこそ闇のライダーバージョンの闇も見せたし、光も見せたみたいな、どっちも、内容になりましたね。結果、神のライダーだと。神のライダーになりましたね。はい、まあ、僕の感想といたしましては、うん、その出たからっていうのもあるけど、はい、まあ、通常時の演出もそうですし、まず、当たり方、はい、そちら普通の演出、はい、出玉感、うん、筐体、もう映像、音、これ全て現行機最強です。一番いいです、この台が多分。出てたか。あれ、一番いいです。金メダルです。あ、何度も言いますけど、出たから言ってます。出たから言ってます。出たから言ってんだけど、いやでも、そうだよ。そういうの抜きにしても、いやでも本当にこんな僕でもできましたみたいなことあるんで。なるほどね。中金でも出せた P 仮面ライダー闇のライダーバージョン、うん。これ4月4日からね、全国導入されますんで。はい、まあ僕はもうめちゃくちゃ言ってますよ。ぜひはい、クズの恩返しの方でもクズの恩返し打ってください。次回絶対打ちますよ。最初から遅い時間絶対打ちますよ。まあ皆さんもぜひですね、導入された暁にはですね、はい、5万発、6万発出ますから。その通りでございます。ぜひ、打っていただければと思います。はい、今日は本当に最高の一日でございました。ありがとうございました。またがよろしいようで、はい、ではまた次回の、新大ベストフレンズでお会いしましょう。さよなら。ありがとうございます。最高、本当に嬉しい、耐えた。
家賃が払えまーす。切実なんよ本当に急に本当に